やーどうも、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、実況プレイ始めていきたいと思います。では前回の続きから始めていきたいと思います。トロー殿上に着いたので入っていきましょうか。で、開かないんですよね、これ。このままじゃ入れんの。魔法でなんとかしてくれ。魔法でできるようなもんなんだね。かっこいいね。あ、ちなみに、ゼシカに、蛇皮の鞭をつけさせてあげてます。錬金したんですよ、さっき。ついさっきなんですけどね。さあ、これで入れるわよ。でも、お願いだから、この、お城の岩。そんなことは言わんよね。でも、メラで焼けるくらいのあれなんだね、この呪いって。で、多分、初めて来るんだろうね。この冒険が始まってからは。美しかった我が城の、なんと荒れ果ててしまったことか。これも全てあのドルマゲスによる呪いのせいじゃ。わしらの旅はあの日、我が城の秘宝が奪われたことから始まったじゃの。ある秘宝っていうのが、まあ見ていただけたらわかるんですけど、あのドルマゲスが持ってる杖ですね。あれが秘宝なんだね、ここの。これがミーティアなんですよ。あの馬ね。姫は星を見るのもいいが、外は冷える。そろそろ部屋に戻って休んだらどうじゃ。あ、顔見せてくれないんだね。多分トロデオも顔見せて、結構見えるじゃん。トロデオはね、そんなね、結構見た目変わんないんだよね。てか、むしろ魔物の方が可愛いすらある。何事じゃ、お主一体どうしたのじゃ。誰かいませんか。人が倒れています。医者を呼んでください。しっかりしろ。一体何が起こったのじゃ。封印の間に誰かが入ったんですね。開いてるもんね。まずい。だって兵士全滅だもん。それくらいやれるんならね、強いんだろうね、それだけでも。いや、もしあれが、あの秘宝が狙われているとしたら、これを、こうしては折れんのじゃ。相当すごいお宝なんですよね、きっと。ミーティアも一緒に行くんだね。まあでも、行ったことによって助かったってのも全然あるけどね。さあ、ドルマゲスさんがこれを。貴様、ここで何をしている？その杖に触れてはならない。おー、まだ呪われてないドルマゲスですね。しかしその慌てよ、やはりこの杖では噂通りの力を持っているようですね。お前は道化師の貴様、我が城に近づいたのはその杖が目的だったのか。さすが王様。このトロー殿上の奥深く封印されし伝説の魔法の杖は持ち主に絶大なる魔力を与えるとか。あ、なるほどね。もともとドルマゲスは魔力が欲しくてこれを狙ったわけですね。止めても無駄です。わあ！あんな簡単に取れるんだね。さて、それでは早速この杖の力を試させていただきましょうか。トロデオ、まずあなたに実験台になってもらいますよ。わあ！あ、で、ミーティアがかばったのね。なんていいね、娘なんだろうね。おや、もっとすごい力を発揮するかと思ったのに。あ、で、これで呪われたのか。そっかそっか。姿を魔物や馬に変えただけか。この程度の呪いしか使えないとは期待外れだな。いやいや、もっとすごいんですよ。ならここを出て、結界の外で杖の力を試してみるまでです。そう、結界が張られてたんですよね、ここに。さあ、杖、お前の真の力、我が前に示してみせろ。おほー、すごいな。ん？なんか、画質変わったくね。わー！で、こっから、茨がどんどんね。人も茨になっちゃうんですよ、これ。結構ね、ドラクエの中でトラウマポイントでもあるんじゃない？
ドラクエ8って結構トラウマの部分が多いと思うんだよね。僕がちっちゃい時にやってたからっていうのもあるかもしんないですけど、ほら全員茨になっちゃうんですよ。やばくないですかこれ。なかなかグロー動画だと思うんですけど。で、ここからドルマゲスが結構豹変していくんですよね。まあまあまあ、もともと悪かったけどね。で、始まりのトランペッタに行くと。で、奇跡的に主人公がね、このトロデン城の、兵士をやってたわけなんですけど、奇跡的に、呪いにはかかんなかった。ですけど、なんでかっていうと、またね、後々分かってくるんですけど、このシーンも見たことあるよね。あの、最初の洞窟の方で。で、こうなってくると。あの時、結界にいたわしはともかく、どうしてお前が無事だったのかな。ふむ、わからん。まあ、運が良かったのじゃろう。お前は昔からそうだったし。兄貴、そんなところでおっさんと釣ったって何してんのさ。城の中で、あの船のこと知ら、俺、わからんって、こんな言葉。調べんでしょう。調べ、わからんもん。さあ、行くとしますか。そうじゃったな。確か城の図書館はあの辺りにあったはずじゃ。いや、覚えとけよ、全部。あの辺りじゃって言え。さて、じゃあ、冒険していきますか。ここでね、はぐれメタルが出てくるからさ、ここでレベル上げもしていきたいよね。レベル上げ配信とかやりたいんだけど、結構、遅れてるからね。あの動画の投稿頻度が。毎日投稿してるんだけど。まあ、これは明日上がるんだけど。さあ、じゃあやっていこうか。まず、ここは右から行くか。左か。間違えた。左から行くか。多分、右が正解ルートなのかな。で、今多分ドヘロス使ってるから。あれなんだろうけど、まるで最初から植物であったかのように静かに佇んでいる。そう、これ結構まずいよね、これ。見る？見れないか。あ、そう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 。ヤンガーさん、盗賊の花使っとこうか。18個やりすぎだろ。返事がない商人は死んだように眠り続けている。そう、まだ死んではないんだよね、ここの人たちは。仮死状態、植物状態みたいな感じなのか。地獄の鎧。で、ククールなんだったかな、クロスボウにしたのかな、ショートボウから。で、主人公にハイブーメランっていう、もう一段階上のブーメランつけてるんで、結構攻撃力は上がってます。どんどんね、武器防具も進化していかないと、追いつかないよね。ここら辺の戦闘に対して。だって21食らうんだよ。えぐくね？強っ。まあでもゼシカには別にいらなかったかな。ヘビカワの鞭ちょっともったいない気がするけど、まあまあでもつけておいて損はないよね、正直。 OK、 まあまあ、いや余裕で倒せますよ、ここら辺は。レベル上がっていく。上げていきましょうか。槍かな。ブーメランスキルも後々つけていきたいっていう気持ちはありますと。いや、長くなりそうだね。トローデン城のさ、お、なんか、これ何、ネズミ？猫？猫だな、猫に。あれ？いけないじゃん。あ、なんだ。下から入ってこれるパターンね。なんかさ、ドラッグエイレブンやったことある人ならわかると思うけど、ユグノア城だったかな？なんか雰囲気似てるよね。ユグノア城は結局、元には戻んないんだけど、まあ、でもなんかちょっと、同じ近いようなものを感じるよね。トローデン城は。デホマスライムか。いや、レベル上がってくるなぁ。自己スパークか、これ。やば。ジェシカ死ぬやん。ちょっと強えんだよな。
早くイオラ覚えてほしいんだよな。はい、お疲れ様でした。だいぶ戦いやすくはなったよね。結構ね、ここ時間かかった気がするんだよな、攻略に。で、とりあえず左側は OK と。で、まずこっち行ってみようか。まだ行ってないよね。ここに鍵があったんじゃなかったかな。あれ？ここから来たのか？そうか、ここから来たのか。ごめんごめん、間違えたわ。こっちだ。にゃーん！マジ逃げるな。頼む。頼むから逃げないでくれ。ああ！これも勝ちでしょ。いや、マジ当ててくれよ、二人。二分の一。ああ！当てろ。うお、終わった。お前、そりゃセンスねえぜ。そりゃセンスねえぜ。もう、こんな機会めったにねえぞ。当てれんのはちょっとまずいって。おお、魔法の鍵。びっくりした。音止まったから、なんか止まったかと思ったわ。エンペラーソード。いや、使わんな。なんか、この作品ってさ、結構使わないんだよね、剣って。主人公には槍持たすし、ククールには弓持たすし。だから意外と剣って使わないと思うんだよな。こういう袋もね、ちゃんと見ていってね。金のブレスレット。もうこれ多分守備力上がるのかな。じゃあ一旦ここで終わりますか。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。